二つ目、私には学問というものが全くありませんでした。小学校も4日と通わせてはもらえませんでした。だから吉川先生、私には覚えなければならない字が5万とあったんですよ。下足のおじさんにいっぱい字というものを教えていただきました。三つ目、私にはお金というものが全くありませんでした。皆様方からいただいたお布施は全部国元に送金しております。だから私の周りにね、お金がないんですよ。ですから私のために親切にしてくださる方がおられたとしても、その親切にしてくださる方を心から信じることができました。もし私にお金があったら、この人は妙に親切にしてくれる、それは私に興味があってではなくて、私の後ろにあるお金に興味があって親切にしてくださってるかもしれないというさもしい猜疑心を持ったかもしれません。純教さんはそばにあった色紙にね、口に筆を加えてこう書かれたんですよ。手がない無手、学問がない無学、お金がない無財と書かれた。それを吉川英治さんに渡されたんですよ。吉川英治さんはね、その色紙をね、両手で見てね、純教さん、ここに書かれている手がないことも学問がないこともお金がないことも世間では徳と申しませんよと、長所とは申しませんよと、これは世間では全部欠点ではないですかと。しかし純教さん、あなたはこのことを堂々と徳とおっしゃる。あなたが今まで生きてこられた道がどんなに険しい道か私には想像できません。でもあなたはなんと素晴らしい、なんと素晴らしい、私どもにはたどり着けないようなところに登っておられるんですかと言って、男泣きに泣かれたと明星には書いてありました。これですよ、シャバ世界は。シャバ世界で生きるということは、四苦八苦の苦しみを全部苦しみだけに
終わらさない、悲しみだけに終わらさない、全部自分の栄養分に変えてしまう、そういう生き方をするために私たちは選びに選んでこのシャバ世界に生まれてきたんですよ。そして選びに選んで今の自分が立つ場所を選んできたんですよ。お釈迦様は弟子たちを連れて池のほとりまで来られました。そして池のほとりに立ってシャリホツたちにこうおっしゃるんですよ。シャリホツ、お前たち、あの池に咲くハスの花をご覧と。ハスの花というのはきれいなきれいな大輪の花を咲かせる。しかしハスの花は決してきれいな水面には生息しないんだよと。もうドロ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 と濁って一寸先も底が見えないような泥沼にしかハスの花は生息しない。しかしハスの花はその泥沼の泥水が嫌だと言ってそこを逃げ出したりはしないんだよと。そこにしっかりとレンコンという根を張ってその泥沼の泥水を吸収して栄養分に転化するんだよと。いくら泥水を吸ったからといって泥色の花を咲かすハスの花は一本もない。きれいなきれいなピンクの大輪の花、あるいは心も現れるような真っ白な花を咲かす、そういう生き方をしなさいよと言って説いた教えが南無法蓮華経の教えなんだと。南無法蓮華経の蓮華というのはハスの花のことですよ。ハスの花のようにこのシャバ世界にしっかりと根を張って逃げることなくそこに佇んで宿泊苦の苦しみを全部吸収するんですよ。そしてその宿泊苦の苦しみを自分の栄養分に変えてしまう、そういう生き方をしなさいよと言って説かれた教えが法華経なんですよ。今ここでってことですよ。今ここでということ、最初に申し上げましたように今から法華経の結論を申し上げます。まず私たちは方便本をお読みしました。方便本には仏教の教え教理がすべて網羅されています。小陰、小法、尿税、総尿税、小尿税、大尿税、あれがね、諸法実相といって仏教の一つの結論なんですよ。しかしいくら説明してもね、意味がわからないんですよ。難しすぎて。だからそれはもうそれで結構です。
意味がわからないで。じゃあ方便本を通り過ぎていきますね。そしたらおじがけが待ってますよ。ジーガー特物来小教小骨種と、このジーガー特物来のジーガーと言っているのは一体誰かと申しますと、お釈迦さんなんですよね。しかしお釈迦さんであるけども、今までのお釈迦さんではないんですよ。お釈迦さんが違うんですよ。このお釈迦様は日蓮大聖人が久遠実情の本師釈迦牟尼仏といって、いわゆるお釈迦さんと区別をされているお釈迦さんなんです。